オジロアシナガゾウムシは、普通に見られる、ゾウムシ科の昆虫の一つ。体は、ゴツゴツしていて、白と黒にはっきり色分けされている。オジロアシナガゾウムシメイッセルセドズトライフィダスは、甲虫目ゾウムシ科の昆虫。普通種の中では、やや大柄ではっきりした、色彩なのでわかりやすい。全身がゴツゴツしており、非常に硬い。体長は9から10ミリメートル程度。 前胸と腹部はいずれも厚みがあって、表面には多数のコブがある。幅は前肢の前端が一番広く、前胸との間はややくびれたようになっている。足もごつくて凹凸が多く、特に前足の形節の内側に二つの低いトゲ状の突起があるのが目を引く。全身が艶消しになっており、前胸と前肢の後半が白、それ以外は黒とはっきり色分けされている。成虫は、 春から初夏に、クズ状に見られ、茎に抱きつき身動きしないか、メスの背面に、オスがしがみつき交尾しているものが多い。つつくなどの刺激を受けると、足を離して落下し、足を腹側に抱えるような姿勢で義士に入る。背面の黒白色分けの模様は、鳥の糞に擬態しているものと言われる。クズの茎に、螺旋状に穴を開けて、卵を産む。幼虫はその中で育ち、その部分は、 膨らんで虫昆布になる。明るい草地に生息する。食草のクズが道端の雑草のため、この虫も人が目にする機会が多い。本州、四国、九州から知られ、国外では台湾と中国に分布する。禁煙種はいくつかあるが、このような目立った反紋を持つ者も,も日本にはいない。害はない。子供のおもちゃとされる。ありがとうございます。